どうも、エルザです。それではアンチャーテッドやっていきたいと思います。さあ、ストーリーの続きしていきますか。タンクの残りが少ないだろう。上がるか。いや、大丈夫、すぐ済むさ。見つからないなら中断するぞ。見つける。そうかい。さあ、やっていきましょう。長押しで上がると。泳ぎの要素もやっぱあるみたいだね。さあ、何かを探しているようだか。何を探してるかっていうことだよね。何かあるぞ。なんだ。錆びてないな。色も合ってる。岩にぶつかって壊れちまったのかな。おい、ブツブツ言うな。悪い。トレーラーの破片っぽいな。多分近くだ。おいおい、ネイト、本当なんだろうな。さあ、破片が何かと見つかるね。ああ、見つけた。あったぞ。やったな。状態は壊れちゃいるが、ま、平気だ。そんじゃ見てみっか。よし、積み荷が見える。ほとんど残ってるみたいだ。積み荷の数は入ってみないとわからない。待ってろ。おう。よっしゃ、開けるか。よし。おはようさん。入ったぞ。見た感じほとんどここにありそうだな。さあ、これを開けてみますか。1、2、3。足りないのは2箱だけみたいだな。探してみるか。おい、待てよ。まずはタンクを取り替えたらどうだ。多分近くにあるだろう。任せな。へへ、あったぞ。くそ、トレーラーの下敷きになってる。どうしよう。先にもう一箱を固定しろ。それからトレーラーを引き上げる。さすが、できる男は対処が早いね。まあな。どういうことだ。この辺りでもないしね。一箱でもって言ったけど、その一箱がないしね。おい、ネイト、何してんだ。どういうこと。外側見ればいいのかな。ないよな。ここまでは流されないだろう。あった。流されるの見るって感じか。残りも3つ。よし、あと1つだな。中で固定しとけ。もうすぐ着くから。了解、あとでな。これは一体何なんだろうね。
し、一つは固定したぞ。いいタイミングだ。こっちも着いたからクレーンを下ろすぞ。さあ、くくりつけますか。ほら、下ろすぞ。来たね。よし、この位置でいいだろう。ケーブルを取り付けろ。少し引き上げてやる。ケーブル取ったぞ。車軸に引っ掛けられるか試してみる。頼んだぞ。こっちだね。なぜだ、なぜ何もボタンが出てこない。なんで何もボタンが出てこないね。押す感じもなく。ちょっと、どういうことですか。またこの仕様が出たよ。手つける。まずは1本と。おい、タンクの残りはどうなんだ。まだ大丈夫。いやー、そういう付け方なら最初から教えてくれよ。ぐるぐる巻きにするとか、なかなかやな。よし、2本目も OK。 よし、こっちの準備はできたぞ。わかった、あげるから離れろ。はいはい、いつでもどうぞ。よし、じゃあ上げるぞ。どうだ、取れるか。ええ、完璧。頼むから落とすなよ。さあ、どうするかな。おい、ネイト、集中しろ。どういうこと？ん？ん？ああ、そういうことね。よし、残りを運ぶ。他のと一緒に固定してくる。そっか、向こう、ゲームの中で確かに探してるか見つかってる程度だもんな。はい、ほら、入れ。これでよし。おいおい、これで次には全部揃ったぞ。ああ、エアはまだ5分分残ってるけど。まったく。じゃあもう一仕事頼むよ。他のお宝も探してきてくれ。遠慮しとく。乗ってくか。そいつはいい。クレーンに乗ったら教えてくれ。はーい、どう。よし、いいぞ、引き上げてくれ。わかった、捕まってろ。いやー、なかなかでしたね。ちょっとのことなんだけどね。いいね、完璧じゃないか。どうだった。この川の仕事には迷うよ。魚臭さが染みついちまう。そうか、ちょっと待っててくれ。はいよ。
みんなお疲れ。まあ、新しい協力者という感じかな。まあ、一応前回から15年とかぐらいだと経った後だからね。ネイト、お疲れさん。ああ、疲れたよ。ほら、よこせ。ほらよ。どうも。おい、タンクが軽いぞ。ほら、おかげで仕事が楽になったろ。おう、どうだった。どう思う。全部回収、一つ残らず。俺たちも見習わないと。おいおい、やめてくれよ。さあ、あとは誰が話せるかな。これ、ここにサインしてくれ。それはお宝なのか。サインするのが時代遅れになりゃいいな。また後にしよう。よう、ヒーロー。それじゃ、中身を見るか。次は他のやつにやらせてやったらどうだ。ゆっくり休め。いや、いいよ。オフィスにいるより潜ってる方がマシ。ああ、そうか。まあ、どっちにしても次はだいぶ先だ。おい、ちょっと木曜だろ。いや。おい、マジかよ。出し抜かれた。冗談だろ。激しい競争さ。さて、それじゃ中身を見るか。やるか。何なんだろうね。じゃあやらせてもらいます。いいのか。サンキュこう見えても価値は相当なもんだ。報酬の額を見たら驚くぞ。これでコインを作った方が良くない。さあ、祝杯だ。一杯おごる。はしごすんのか。ダメダメ、危険な匂いがするね。ああ、事務作業が残ってるし、今日はそれを済まして帰るとするよ。今度な。わかった、また今度。おい、よくやった。サンキュー。ネイト、ネイト、待て。いや、なんでここに。ああ、プレゼントがある。プレゼント、なんだこれ。例のマレーシア沖にある沈没船の情報が入った。よせ。ああ、船は手つかず。へえ。積み荷は取り放題。お前ほんとめげないやつだな。それに機材を揃える金もあるし、準備バッチリなのに、目の前の相棒がな、唯一俺が信用できるやつなのにおじけづいてる。いくら待っても無駄だよ。そんでそのお知り合いは許可取ってんの。いや、取ってない。でもそんなの取るやつなんていない。やっぱな。メイト、その方が都合いいだろ。こっそりやれば競争相手もいない。船は独り占めだ。許可がないんだったらダメだ。メイト、これは退職金なんだよ。俺たち二人の。お前はどうか知らないが、俺は60までこの仕事をやる気はねえ。だろ。捕まっても、やはり俺はパス。お前もやめとけ。それは持っとけ。頼むよね。気を変えるつもりはない。一晩考えてみろな。カーラと子供によろしく。ああ、無理強いはしない。でも考えとけ。調べたな。調査範囲も特定済み。これ大当たりするぞ。めっちゃ乗り気やん。ったくあいつ。いや、絶対ダメ。
悪い、他のやつと行けよ。さあ、チャプター4、普通の暮らし。普通の暮らし、昔君の兄貴に登ったな。あー、懐かしいね。やっぱエルドラドとかあの後の話か。うち一通り話が終わってだね。ジャングルのど真ん中にあった U ボートの中にスペイン金貨があるなんて誰が思う。エルドラド、こっちは、あ、そうだね、貴重な手帳だね。サリーの身代わりになる。見ろよこれ。昔のカメラにこれが残ってた、記念にあげると。エレナね。いやー、サリーは年齢かな。そういやこんな変なものも集めてたっけ。確かにね。いやー、ほんとそうだね、ここでこういう風に見れるっていうのはまた面白いね。シャングリラ。シャングリラね。一応心残りがあるんだね。殺し合いをした松屋に。てか松屋にちょっとゲットしてたんだ。はあ。フランスドレイク教の解読機か。でも指輪がない。手元あるのかな。ほうほうほう。これが昔のやつか。いや、役立たずのセーティスマス。あとは、なんかコレクション部屋みたいな感じになってるけどね。この時はマジですごかったな。変わんないな、クロエ。ああ、クロエか。気が変わったらね。そうだね、クロエたちも15年とは言わんだろうけどね。もうこういうの趣味じゃないかも。そう、なんかね、懐かしいものを見た気がするけど。おもちゃの銃。ポンポンって。よし来た。音がやべ。よし再開。ここに気をつけろよ。おいおいおい、玉切れかよ。さて、特にって感じかな。いやー、めっちゃ普通に楽しんでるじゃん。まあこんな感じだよね。今行くよ。おい、じゃご飯ということで。よし、遊びはおしまい。そうだね。めっちゃ玉散らかしてるけどね。
まあほら時数オーバーでミスもあるだろうけど編集にやってもらっちゃおう。ああお腹減った。うまそう。うん、でどうなった。何ん、なんて言ったの。ごめん、今日はどうだった。ああまあまあだった。うん、いつも通りって感じ。うん、今日は川からガラクタを引き上げた。うん、そう。泳げただけいいじゃない。何か面白いものはあった。あったよ、すごいお宝。21世紀初期のトラック。いいだろ。お宝を積んだ沈没トレーラー。本当にもう。それがさ、また今度で。何の記事なの。もともとはバンコクの観光記事。ほらほんのちょっとしたやつよ。でも切り口を変えちゃったから雑誌から文句言われそう。だってね、みんなスモークのことばっかりなのよ。飛行機から降りてすぐ肺に来ちゃうぐらい本当にひどい状態だったんだって。だから記事の視点をちょっと変えることにした。いて。何聞いてるの。おもちろん。てか刺したら痛いだろ。ごめん。何続きは。せっかくいいとこだったのに。そう、うん、何についての記事だっけ。えこれん。ああ住民、うん、ほらバンコクの。それとスモッグだ。それでそのせいで飛行機に乗れない。それに息もできない。まあ、あごめん。よく言うわよ。当たらずも遠からずだろ。まあ確かに惜しいと言えば惜しいけど。またマレーシアの仕事頼まれたの。ジェームソンはその話ばっかだよ。ねえねえと、その仕事受けた方がいいんじゃない。やりたくないんだ。マジで許可取ってないって言うし、そういう仕事はもうしないって約束したろ。そうだけど、やる価値ないって。でもそんなに危険じゃなさそうだし、もし許可の問題だけなら。いやだ。サリーに連絡したら。しばらく会ってないし、もう2年。この話はやめよう。私のために断ってほしくないだけよ。自分のために断ったんだな。気持ちはすごくありがたいけど。じゃあ私お皿洗ってくるわね。いいよ俺が。待って、昨夜やってくれた。作ってくれたんだから俺が洗うよ。ほらせめて俺に皿洗いぐらいやらせてくれよ。じゃなかったら勝負しよう。私と勝負。ああほら最近やってるなんとかってゲームだよ。俺がハイスコアを抜いてやる。なんとかってゲームで私のスコアに勝てると思うわけ。もうビビってる。ゲームの名前すら知らない。名前なんて関係ないだろ。いつも見てるし、まあね、ジャンプしたり走ったりするのは俺の得意分野って忘れた。意外とチキンなんだな。やめる。ここここけーここここ。受けて立つわよ。すげえプレイステーションや。楽しみ。え、まさか。これだけ？まだロードがあるでしょ。ロード？そう。へえ、まさかゲームの中でゲームするとは。ちょっと我慢できないの？だって普通スイッチ入れたらすぐ。あ、しかもクラッシュか。クラッシュバンク。どうかしたの？いや、ほらちょっとなんか始まんなくて。スタートボタンを押すのよ。知ってた、はいはい、ほらね。いい？じゃあカメラに向かって走ってきて。ほう、カメラに向かう。あ、OK、すごい、まんまだ。丸ボタンはスピンアタックね。スピンアタック。あー、しかもこの追っかけられるマップか。下に向かって走るの。わかってる、試してみただけ。うわ懐かしい。なんで岩が追いかけてくるんだよ。いいから逃げてってば。はいはい。恨まれることしてないのに。超懐かしいな。
でもあと73秒しかできんって感じ。ジャンプ。うるさいな。応援してるのコーチとして。ほらやって。はいはい。こいつ超懐っけ。キツネに見える。キツネではないんだよね。いたキツネ。いい？箱を潰すの。なんでキツネが箱を潰すんだよ。ああ。痛かったでしょうね。そうだね。このゲームが得意だから。いやだいぶこのゲームが得意って年齢的なものを感じるけどっていうかスーパーキツネバンディックだった。でもスライディングはないんだね。バンディック見たことない。マジか。うん、グラフィック悪くないな。超有名な。ほらスピアタック。あほい。あ、チェックポイント前だったんだね。ほい。お。うん、その調子よ。ほい。ほい。お。ほ。ほら、フルーツ取って。取るとどうなるの？100個取ってワンナップするの。100個も？そんなにフルーツ取る必要なんかないだろう。まあ、リアリストやね。そういった意味ではね。ほい。お。動く休暇がいやらしいよね。はい、クリア。一回落ちてしまったな。いや、ベストならんかったか。は？終わり？思った通り。おい、冗談だろ。もうちょいだったのに。もう一回やってみたら？それでまたダメなら私の車を洗うっていうのは。ああそうやって俺をいじめるわけ。イージーモードっていうのがあるから変えてみたら子供でもできちゃうって。あ、ちょっと覚えてろよ。はいはい。ね、何する？後悔するぞ。どうするつもり？だからさ、本当どうするつもり？本当にいいの？何するのね。よーし、でこれでどうだ。ねえ幸せ。ああもちろん。君は。うん、うん、マジで来て。閉店だよ。閉まってるって。なんだよ。わかった。今開けるよ。クソったれ。はい、何か？ああ、ちょっと弟を探していて。あんたぐらいの背でもう少し痩せて白髪も少ないやつだ。サム。元気だったか、姉さん。サムなのか。おい、分かった分かった、少し落ち着けって。なんで兄貴は撃たれたはずだろう。ああ、その通り。ほら、ここだ。うん、マジかよ。あの時は医者が、自称医者が俺を手当てして独房に戻したってわけだ。でも俺はあちこちに確認したんだ。どこに確認を取ってみてもみんな死んだって。俺たちは監視を殺した。一生官房暮らしでもおかしくないし、実際ヤバかったな。サム、あの時生きてるって知ってたらすぐに助けに戻ったろうな。分かってるさ姉さん。でも今こうしてここにいるんだ。おいおい、聞いてるのか。あ、ちょっと空気を。お前今にもぶっ倒れそうだな。かもな。もう一体何が何だか。なあ、でもどうやって、いつ出たんだ、どうやって俺のことを見つけた。まあいいから落ち着けな、座れよ。お前はどうしてた？
俺どうしてたって。ああ、昔の知り合いからふざけた話を聞いたぞ。なんだよふざけた話って。ヒマラヤで撃たれて脱線した列車にぶら下がってたって。ああ、それね。そいつはマジだ。おい、もっと聞かせてくれよ。何から話せばいいか。一番面白いやつだ。シャングリラかな。そうだな。数年前にはめられて、でトルコの博物館にオイルランプを盗みに侵入したんだ。オイルランプ？ああそう、遺物だよ。マルコ・ポーロの消えた船団のね。フビライ・ハンの財宝。あ、ところがどっこい、船団に隠されていたのはただの財宝じゃなかったってわけ。ってわけでまた失われた都市が消え去って、俺たちは命からがら戻った。信じられないな。ああ、本当にそこにいてほしかったよ。俺が信じられないのはそれじゃない。いいか、お前はまたもや偶然古代のお宝の山をバッチリ見つけ出したっていうのに、ほんとよりにもよって信じられないことに手ぶらで帰っただって。まあきっとそういう運命なんだろ。でも何にもなしってわけでもないぜ。うん、車とか家とか婚約指輪も買ったし、そうそう、結婚したんだ。この俺がさっき話したエレナと結婚したんだよ。紹介しなきゃ。今夜はどう、うちで夕飯を食べながらサムの話でもさ。一から話さないとか。姉さん、それどころじゃないんだ。は？なんだよ、どういうこと？ヘクター・アルカサルは知ってるな。ああ、麻薬王だろ。ああ、パナマの虐殺者。なんで？どういうわけか、奴は俺の官房仲間だ。おかげで脱出できた。本読まないの？サミエル来い。聞け、監視が歌ってる。どうせ酔っ払ってるんだろう。かもな。でも幸せそうだ。あんな惨めでつまらない人生が幸せだと。あ、可愛い嫁でもいるんだろう。でもよ、俺たちは野心があるだろ。それにここを出れば、あのバカどもが想像もできないような世界が待ってる。あんたの楽観主義には脱帽だ。ここを出たら何をする？もし出られたらね、あんたならわかるだろう。ああ、だがお前の口から聞きたい。海賊史上最大のお宝を見つける。あんたもいい加減聞き飽きたんじゃないのか。まさかヘンリー・エイブリーの4億ドルの財宝物語は俺にとっては子守歌だ。お前に見つけられるか。チャンスがあれば見つけるさ。野心だ。エイブリが言ってたろ。私は富を手に入れ、今成功を追い求める。いい響きだな。なんだ今の。一世一代のチャンスだ。セニョラ・アルカサル、un gusto verlo。叫めてアキ。おい、¿Qué hacemos con él? Samuel, ¿Tomi o teni iretai ka? Ah. Vámonos.
嘘だろ。チャプター5、ヘクター・アルカサル。はあ、これで脱落したわけか。ポジション。インカミノ。言葉でアクエルトプランション。ファンタスティック。いつから計画してたんだ。ここにぶち込まれたその日からだ。はあ。遅れるな。時間との勝負なんだ。おお、すげえな。さあ、銃はないか。Pedazo de manera feta. Nunca saldrás de aquí. Silencio. Magical. Coitra, zangyakda. Coremo yono naka no tame da yo. Hora. Coreo tskae. So ka. Tskae kata o oboite iru na. Sugu oboidashita. Abranto das las puertas. Exa. Mazaka. Odo demo okosu ki ka?その通り。アガンロー、恋さげる。やばいね。そう、いいです。そうだろう。違うね。ねえ、どけ。エアガの。あ、玉がね。玉が欲しい。あの、だいぶこう。だからね、姉さんがね、だいぶ真逆な感じだよね。くそ、まだ何なの。今後ろからか。この先へ負けのサタート。いいな。見てみろ、計画通りだ。みたいだな。どうするんだ。Estamos en posición. ¿Están listos? Sí. Busquen dónde cubrirse. サミエル、何かに隠れろ。え、なんで？いいから。どうする？大丈夫か。ああ、大丈夫だ。¿Este gringo? El gringo ya está conmigo. ¡Tenemos que ir! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Eh
自由か死かのどちらかだ。おっ、
しいな。ヘッドショット狙っても一発ではないんだね。サミエル下がれ。ほい。マジか。激しいね。長押しで帰って反対か。サミエル飲め。いや大丈夫だ、ピンピンしてるよほら喉が渇く、さあ飲め。どうも。それでこれからどうするつもりだ。これからって言われても、風呂入ってちゃんとしたベッドで寝て、寝てくれる女でも探すから。弟を探す。まあ、そんなとこさ。ああ、そうか。それで、どうだ？どれくらいでエイブリーの宝を見つけられる？ああ、とりあえずアメリカ戻って調査再開。いつだ？始めてみないと、なんとも。宝の場所は？ああ、まあ、知ってるけどよ。いいか、ほら、でっかいバッテンがついた地図があるわけじゃないけど、手がかりは手に入れてるんだ。出てんがさ、アキ。おい、ちょっと待って、待て、おい、待てって。お前は好きだ。何よりも信用してた。だから連れてきた。ちゃんと見つけるって時間が必要なだけだ。ダメ、うん、口よ。だが
面倒なことに疑問を持ち始めてしまってね。待て、ヘクター、聞いてくれ。必ず見つけた。誰か誓うが。いつだ。半年くれ。人というのはいつも必要以上に時間を求めてくる。3ヶ月だ。3ヶ月だけじゃ。3ヶ月後、宝の半分できるな。どうだ。3ヶ月後、宝半分。いいか、逃げたり宝を隠したり警察にチクったりしたって無駄だからな。すぐバレる。俺は忘れた頃に現れる。そうなったら殺すぐらいじゃ済まないだろう。ほら、立て、見ろ、町には朝日に向かって10キロ歩けばたどり着く。朝日を浴びるなんて久しぶりのことだろう。バモス。見つけたらどうする。大丈夫、時が来ればもらいに行くさ。ヴェナス・エルテ・サミエル。それでアルカサルに助けられてここにいる。まずいな。また痕跡をたどればいいだけだ。痕跡？サム、そんなものないよ。レイフは俺と脱出した後、奴の親の金で聖ディスマス大聖堂周辺の土地を買い占めた。何週間も探したけど、エイブリーの財宝はなし。レイフは諦めてないけどな。何年も探し続けてるけど、何も見つかっちゃいない。まあ、そうだろうな。モンド。ああ、俺もちょっとばかり探しては見たんだよ。それに、レイフはこれを持ってない。インターネットってのは本当に便利なもんさ。聖ディスマスの十字架。俺たちが見つけたのは壊れてて空洞だったろ。マジかよ、まだ無傷だ。十字架は一つじゃなかった、うん、だからパナマの十字架になかったものがこの中にあるかもしれないってことか。うん。マジかよ。で、どこに。ああ、この極上品はロッシの屋敷で3日後にオークションに出される。ロッシの屋敷知ってるか。ああ、もちろん。一体どうやって警備のきつい会員制闇オークションの招待状を手に入れるつもりだ。ああ、そこは招待状がなくてもどうにか。ああ、へえ。で、金持ちに競り勝つための金はどうすんだ。俺の家を抵当に入れたってそんな大金を手にって。ああ、そうか、盗むのか。ああ、二人で。おい、待て。いや、ダメだ、悪いな、無理だ、俺はやらない。何？ダメだ、俺はもう足を洗ったんだって。それに俺よりもこういう仕事に向いてる奴らは他にもたくさんいるだろう。例えば。ほら、例えばそうだ、チャーリー・カッターは。ダメだ、あいつなら本当に頼りになるって。他の奴は信用できない。誰だろうと、これには俺の命がかかってるんだよ、わかるだろう。な、お前じゃないと。さあ、他に方法があるはずだ。いいか、もう時間がない。アルカサルも待たせてる。もしもし、エレナ。ああ、信じないと思うけど、ジェイムソンが許可書を持ってきたんだよ。
そうだな。だからマレーシアの仕事はやることになりそうだ。で様子は？着飾ったチャチの悪党どもが仲良くパーティー中だ。サリバンの合図はまだだよな。時間はたっぷりだろ。見たとこ屋敷の裏に保管庫があるみたい。そっから見える？屋根のあたりだけな。どんなお宝が眠ってんだろうな。今は十字架のことだけ考えようぜ。いいのか？エレナのお土産にもなるぜ。笑える。狙いは一つ。あ、一つ。俺たち二人だけならもっと楽だろう。サム、もう侵入してるかも。ああ、無理やりね。もしもサリバンがビビっちまって来なかったりしたらどうする気？サリーはそんなやつじゃない。じゃあ捕まったら？サム、サリーは奴らを知ってる。うまくパーティーを抜け出して部屋の窓を開けることくらいできるだろ。心配するな。うん。なんだよ。ほら、言えよ。十字架持ち逃げされた。そんなのありえないって。サリバンだぞ、裏切り者で有名な。でも俺たちのことは絶対裏切らないって。お前はな。気が合わないのは知ってるけどさ。それ以上だ。信じてくれよ、サリーは家族だ。いや、兄貴も家族だ。だからサリーのことを信じてくれ。はいはい、やってくれるさ。そのうちね。なあ、でもうまくいかなかった場合のことを考えるくらいはさ。ほら、な、家族だ。汚すんじゃないぞ。どうも。さあ、チャプター6、よみがえるスリルということで、今回はここまでにしたいと思います。まあ結局足を洗った洗ったと言いつつ、まあ仕方なくっていう感じかな。まあ、どんどん巻き込まれていくんだろうね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまただ。